職理由、転職理由って、なんで聞かれるものなんですかね。まあ、転職考えるかなっていう風な、まあ、ちょっと納得ポイントというか、そういったところを作るっていうのがすごく大切で。皆さんこんにちは、坪井杏奈です。一緒にお届けするのはマイナビ転職で転職支援をされている出谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回から面接突破率アップということでシリーズでお送りをしています。絶対に聞かれる5つの質問というのを教えていただいて、はい、前回は自己紹介をまず教えていただきました、はい、で今回は退職理由、転職理由、こちらは、ね、一見志望動機と混じりそうになるんですけど、はい、違うんですか、はい、そもそも。そうですね、まあ、ここっていうのは結構面接官の方々が、まあ、不安に思っている部分、どういった理由で辞められたかとか、どういった理由で転職を考えているのかっていうところは、やっぱりじゃあ今度自分の会社に来てもらった時に、まあ、同じようなことにならないかとか、そういった懸念がないかっていうのをこうチェックしていくところになるので、まあ、結構ここ面接では必ず聞かれる部分ではありますね、はい、実際その退職理由って、はい、ぶっちゃけポジティブなことだけじゃないと思うんですよ。そうですよね。そのネガティブなことをどう伝えたらいいのかなっていうのは、はい、ちょっと迷いどころですね。そうですね、ポジティブな内容だけ伝えるっていうのはなかなかここの部分に関しては難しいと思いますし、実際ポジティブなことしかないのであれば、皆さん転職ってやっぱり考えられないと思うので大体やっぱりネガティブな要素って入ってくると思うんですけど、まあ、それを一番大切なのは主観的にお話ししない、こう客観的要素を加えて面接官の方が、まあ、それだったら確かに転職するよねっていうように納得していただけるような内容に感じていただけるように伝えるっていうのがすごく大切なポイントです。そこがポイントなんですね、はい、では早速ちょっと教えていただきたいと思います、はい、例えばなんですけど、もし坪井さんが、まあ、ちょっと残業が多くて辞めるっていう理由だった場合、どういうふうにお伝えするかちょっとやってみてもらっていいですか。結構この理由多いと思うんですね。今ご相談される時も多いので、例えばじゃあ仕事に夢中になりすぎちゃって、はい、毎日遅くまで働いてちょっと体調壊しちゃったんです、うん、とかは微妙か。そうですね、すごく微妙ですね。よくご相談受けさせていただく時に皆さんがちょっと言ってしまいがちなこととしては、単純にちょっと今の現職では残業が多すぎるので退職を考えましたっていう感じで、こうシンプルに伝えていただくことが多いんですけど、まあそれだと残業が多いっていうことの感じ方って結構人それぞれだと思うんですね。例えばなんですけど、まあ月100時間の残業が常態化してましたっていう事実を伝えていただくと、長期で就業するのはちょっと難しいと考えたため転職する決意いたしましたっていうふうに言っていただけると、まあ、確かに毎月ちょっと100時間だったら、まあ、転職考えるかなっていうふうな、まあ、ちょっと納得ポイントというか、そういったところを作るっていうのがすごく大切で、まあ、自分の主観じゃなくって客観的に見た時にでも分かるような事実として伝えるっていうのが大事ですね。はい、じゃあ何かしらの例えば数字だったりとか、データだったりとか、なんかそういう事実があった方がいいっていうことですかね。そうですね、まあ、もしその残業っていうところを伝えられるのであれば、お休みも一緒なんですけど、はい、まあ、例えばちょっと休みが少なくってっていうような伝え方よりは、まあ、月に2回ほどしかお休みがなくってっていうような具体性があると、よりそのマイナスには働かないですよね、っていうところがちょっと大切なポイントになってきます。あ、なるほど、はい、確かに多い少ないとかって人によって全然価値観違いますもんね。そうなんです。じゃあ例えば受ける側からすると、はい、ネガティブなことを一切言わないっていうのはどうなんですか。ポジティブなことしか言わないみたいな。そうですね、新しいことに結構チャレンジしたいと思いましたとか、あるあるですよね、そういった理由、はい、結構言っていただくこととかも多いんですけど、それってで、じゃあ面接官の方々からの感じ方とすると、じゃあもし自社に入社した時もだんだん仕事ってやっぱり最初は新しいですけれども、まあ、慣れてきたりとか
業務内容とかも慣れてきた時にまたこう新しいことをしたいっていうことで、あのこの人ってまた転職してしまうんじゃないのっていうふうに、まあ、思う方もやっぱりいらっしゃいますよね。だからそれだけが理由であれば、じゃあ今の会社でそれって実現できなかったんですかとかっていうような質問にもつながっていくので、まあ、それだけっていうところだと少し納得性は薄いような気がしますね。確かに。じゃあちょっといい子のふりしようと思って、はい、ポジティブなことだけ言おうとしても、うんうん、結局そこ深掘りされてっちゃう、ね、そうですね。あの前に沖田さんからも、はい、その退職理由とかって一つじゃないよねみたいな話があって、うん、いくつかある、うん、 でそういうのってなんかどれを言えばいいんですか。はい、そうですね、まあ、まずでも自分の中で退職理由というか転職理由が、まあ、何個あるかっていうのをまあ書き出してみてですね、どれを言うかっていうのはやっぱり絞っていった方がよくって、まあ、あんまり多すぎてもあの伝わらないですし、印象面としてもやっぱりマイナスなので、まあ、2つから3つぐらいにこう絞るっていうのが大切なんですね。ジャンルとしてこれはあんまり言わない方がいいよっていうものってありますか。例えば本当にあの人間関係っていうのは結構転職のあのランキングの中にも入っていたかと思うんですけど、はい、ここはすごくあの難しい項目で、うん、人間関係こそ先ほどお伝えしたみたいにその人の結構感じ方っていうところが多くなってしまうところもありますし、あとそれが転職によって叶えられるかどうかっていうところが一番わからない事柄でもあるので、うん、そこっていうのはちょっと伝え方かなり難しいかなっていうふうには思います。あ、そうか。はい、じゃあ例えばそれが事実としてのパワハラとかセクハラみたいな、うん、はい、そういう人間関係の場合はどうですか。パワハラっていうところに関してはやっぱりどうしても人に説明するっていうのはすごく難しい場面ではあると思うんですね。で、まあ、例えばあの月に1人とか2人とか退職者が出ていますっていったような、まあ、客観的なまあ、事実っていうのがあれば、まあ、すごくあの説明は少ししやすくなるかもしれないんですけど、他にもこう要素がある中であのその部分を伝えるというよりかは、まあ、他の要素を持ってこられた方が、まあ、伝えやすいっていうのはあるかもしれないですね。あと転職理由にお金っていうのもかなり高いランキングで入ってたんですけど、はい、これも言いづらい気がするんですけど、どうすればいいですか。 でも実際やっぱり転職者の、 あの希望者の方々のお話を聞いているとやっぱり年収面を上げられたいっていう理由は、うん、あのたくさんいらっしゃるので、うん、皆さんそこはリアルにあるところだと思うんですね。はい、なんでその伝え方っていうのがやっぱりポイントで、まあ、これも一例なんですけど、例えば今入社その方が例えばまあ5年目とかだったりした時に10年まあ先に入られた方がまあ自分とまあ同じ給与で働いているっていう事実をまあ見た上で、まあ、やっぱりあの今が不満というよりかはあのキャリアアップできるようなそういった環境に身を置きたいと思いましたっていうふうに伝えていただければすごくお金っていう感じはしないと思うんですけど、事実は伝わるかっていうふうに思いますね。うんうんうん、はい、うわー、なんか言い方次第で全然印象変わりますね。そうなんです、結構そこが大きくなってくるポイントなので、うん、ここはやっぱり練習というか事前に考えて必ず行かれた方がいいポイントですよね。では今回まとめると、はい、どういったところがポイントになりますか。そうですね、まず一つ目は、まあ、転職理由退職理由を、まあ、2つから3つぐらいにまとめていただくっていうことで、もう一つに関しては、まあ、主観的にお話しするのではなくて、まあ、事実をしっかりとお伝えいただくっていうことが大切になってくるかと思います。なんかこう改めて考えると、はい、まあ、分かるというか、うん、相手の気持ちに立ったら分かることなんですけど、はい、自分のことになっちゃうと、うん、ついつい見落としてしまいがちだなと。そうですね、思いました。はい、なので結構あの面接官の方々もここの項目に関してはやっぱりあのいろんなこう気になる部分とか心配になってる部分っていうのを聞いているっていうことを、まあ、自分の中でも忘れずに、まあ、納得性のあることをしっかりお伝えするっていうのことを意識していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、もっとこんなことが知りたいというテーマがありましたらぜひコメントにお寄せください。今後このチャンネルでお答えしていきたいと思います。次回は転職の軸の伝え方をお送りします。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイこれめっちゃ恥ずかしいマイナビ転職チャンネル
転職に対する本当に役に立つ情報、信頼できる情報を専門サイトの豊富な知見をもとにご紹介していきます。あなたが安心して次の一歩を踏み出せるような情報をどんどんお伝えしていきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。明日天気になーれ。